去年の木一本の木と一羽の小鳥とは大変仲良しでした小鳥は一日その木の枝で歌を歌い木は一日中小鳥の歌を聞いていました けれど寒い冬が近づいてきたので小鳥は木から分かれて行かねばなりませんでした。さよなら、また来年来て歌を聴かせてください。と木は言いました。ええ、それまで待っててね。と小鳥は言って南の方へ飛んで行きました。 春が巡ってきました。野や森から雪が消えていきました。小鳥は仲良しの去年の木のところへまた帰っていきました。ところが、これはどうしたことでしょう。木はそこにありませんでした。 根っこだけが残っていましたここに立ってた木はどこへ行ったのと小鳥は根っこに聞きました根っこは木こりが斧で打ち倒して谷の方へ持って行っちゃったよと言いました小鳥は谷の方へ飛んで行きました 谷の底には大きな工場があって、木を切る音がビーンビーンとしていました。小鳥は工場の門の上に止まって、門さん、私の仲良しの木はどうなったか知りませんかと聞きました。門は、 木なら工場の中で細かく切り刻まれてマッチになってあっちの村へ売られていったよ」と言いました小鳥は村の方へ飛んで行きましたランプのそばに女の子がいましたそこで小鳥は「もしもしマッチをご存じありませんか?」 と聞きましたすると女の子は「マッチは燃えてしまいました。けれどマッチのともした火がまだこのランプにともっています」と言いました小鳥はランプの火をじっと見つめておりましたそれから去年の歌を歌って 火に聞かせてやりました火はゆらゆらと揺らめいて心から喜んでいるように見えました歌を歌ってしまうと小鳥はまたじっとランプの火を見ていましたそれからどこかへ飛んでいってしまいました 子どもの,の好きな小さい神様がありましたいつもは森の中で歌を歌ったり笛を吹いたりして小鳥や獣と遊んでいましたが時々人の住んでいる村へ出てきて好きな子どもたちと遊ぶのでした けれどこの神様は一度も姿を見せたことがないので子供たちにはちっとも分かりませんでした雪がどっさり降った次の朝子供たちは真っ白なのっぱらで遊んでいましたすると一人の子供が「雪の上に顔を映そうよ」と言いました そこで十三人の子どもたちは腰をかがめて丸い顔を真っ白な雪に押し当てましたそうすると子どもたちの丸い顔は一列に並んで雪の上に映ったのでした「一、二、三、四と一人の子どもが顔の跡を数えてみました どうしたことでしょう14ありました子供は13人しかいないのに顔の跡が14あるわけがありませんきっといつもの見えない神様が子供たちのそばに来ているのですそして神様も子供たちと一緒に顔を雪の上に映したのに違いありません いたずら好きの子どもたちは顔を見合わせながら目と目で神様を捕まえようよと相談しました兵隊ごっこしようしようよしようよそうして一番強い子が大将になりあとの十二人が兵隊になって一列に並びました気をつけ番号 大将が号令をかけました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12と、12人の兵隊が番号を言ってしまいました。その時、誰の姿も見えないのに、 12番目の子どもの次で「13!」といったものがありました弾を転がすようなよい声でしたその声を聞くと子どもたちは「それそこだ神様を捕まえろ」と言って12番目の子どもの横を取り巻きました神様は面食らいました いたずらな子供のことだから捕まったらどんな目に遭うか知れません一人のセイタカノッポの子供の股の下をくぐって神様は森へ逃げ帰りましたけれどあまり慌てたので靴を片方を落としてきてしまいました子供たちは雪の上からまだ暖かい いいさな赤い靴を拾いました。神様はこんな小さな靴を履いてたんだね」と言ってみんなで笑いましたそのことがあってから神様はもうめったに森から出てこなくなりましたそれでもやはり子どもが好きなものだから 子どもたちが森へ遊びに行くと森の奥から「おーいおーい」と呼びかけたりします。 おじいさんは田舎にとりぼっちで暮らしていましただんだん耳が遠くなったので都にいる息子のところへ「耳が遠くなったからよく聞こえる機械を買って送ってくれ」と言ってやりました息子はいろいろ探したが あまり良い機会がないのでラッパを買ってこれを逆さまにして耳につけてラッパの尻から聞きなさいと言ってやりましたおじいさんはそのラッパを喜んで使っていましたが耳はどんどん遠くなってとうとう聞こえなくなりました それでもおじいさんはあのラッパでは聞こえなくなったからもっとよく聞こえるのを送ってくれと息子に手紙をやりました息子はいろいろ考えてからまた前のラッパと同じラッパを送ってこのラッパを耳につけると 私の声が聞こえます」と言ってやりましたおじいさんはそのラッパを耳に当ててみましたそして「ああ聞こえる聞こえる懐かしい息子の声が聞こえる」と言って喜びましたけれど それはおじいさんの耳が聞いたのではありません心が聞いたのです